皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は私のスキンケア事情をお話ししていこうと思います。めちゃくちゃニキビ体質で、もう油もテカテカ体質で、ニキビ跡も昔すごいあったんですけど、今結構皆さんから肌綺麗になったよねって言われるようになったので、何をして綺麗になったかっていうのをお話ししていこうと思います。で、他の動画だとこう背中ニキビのこととかもお伝えしてるくらい本当にニキビ体質なんです。5年前に入院した時に、でも入院すると毎日お風呂っていうのも入れないですし、いろんな薬とかストレスとかがあってなのか、めちゃくちゃもうこのゾーンにニキビがすごいできてたんですよ。そっから退院してもなかなか治らず、でも毎日お風呂に入れるようになったので少しずつ少しずつ良くなってはきたんですけど、それでもどうしても生理前とか大きいニキビ作っちゃったりとか、あとおでこのなんか赤ニキビじゃなく、なんていうの、白いなんかつぶつぶニキビっていうのは全然ずっと取れなかったんですよね。で、私が出会ったのが幹細胞化粧品でございます。なんで私が幹細胞コスメを使うようになったかというと、2年前に脊髄損傷の治療をするために再生医療を行い始めました。で、そこで出会った、そこの会社さんが監修してたのが幹細胞コスメだったんですね。で、それがこちら N3 さんから出ている EX ニュクセル幹細胞コスメシリーズになります。厚生労働省に認可されている培養施設との共同開発で作られているコスメなので、本当に肌に対して医療レベルで働きかけれる化粧品になっているんです。で、まあ一つ一つちょっと説明していこうと思うんです。私今これ髪は巻いているけど、さっき起きたばっかりで、顔を洗ってちょっと髪ちょっと巻いて、肌に今何もつけてないんですよ。これもうここら辺ちょっともうまた昔のシミが復活してきてるけど、肌に今何もつけてないので、これ塗りながら説明をしていきたいと思います。ステップ1がこちらですね。はい、肌の土台を作るスキンオイルですね。最近は結構オイルを使うことが多いと思うんですが、超浸透 PDS 技術というのがこれに入ってまして、で、肌の奥まで美容成分をしっかりと届けれるようになっております。で、はい、出していきますね。はい、こんな感じでオイルを塗っていきます。私は本当にケチンボさんなんですよすごいケチケチさんなので、量はしっかりつけない本当はね、朝晩しっかりとされている人も多いかと思うんですが、私は本来は夜だけしかやりません。ちょっと多かったかな。はい、こんな感じでオイルを塗っていきます。もうちょっと余ったので首の方まで、はい、こんな感じで、はいです。次、ステップ2、こちらです。こちらは年齢肌を巻き戻すということで、ジェル状の美容液になるんです。これすごい面白かったんだけど、まあ、美容液って液だから普通サラサラじゃないですか。ただこれはこうトローンと見えるかな、ほらトローンとしたジュレ状になっているんです。でもこのジュレがすごい、おい、すごいこうほら落ちてこない、落ちてこないくらいのジュレが塗ると美容液のようにサラサラになっていきます。だからよく手からわーって垂れちゃう時とかあるのがもったいなくなくていいなって私は思いました。しっかりと全てが肌にのせれる、これはこう加齢により低下した皮膚の代謝を成長因子の力でこう取り戻してくれるっていうのも入っている。すごい気持ちいい。ニュクセルで使っている幹細胞培養浄成液の詳細なんですが、この化粧品に使用されている浄成液の原料は国内の細胞培養施設で医療レベルの高い水準で培養された
幹細胞の培養浄水器を使用しています。だからこそ信頼のおける国産のものだけを選んでいるっていうことがもう安心ですよね。はい、こんな感じ。次3番、肌のリズムを整えるということでフェイスクリームになりますね。はい、クリーム、こんな感じ。大体こんなものしか出さないです、ケチンボなんで。さっき言ったそのニキビの状態なんですけど、肌のそのもちもち感っていうのも全然違うんですが、ニキビもその赤ニキビとかっていうのは結構頑張ってこれを使う前からね、もう少し良くはなってきてたんです。でもおでこにすごい今光当ててもあんまりこうつぶつぶってないと思うんですけど、前はここにすごい赤くない白いつぶ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 ってニキビがずっとできてたので、それはなんかエステに行っても良くならなくて、どうやったら治るのかなってずっと思ってたんだけど、この幹細胞の化粧品を使うようになってからそれがいつの間にかなくなってたんですよ。まあ、それにすごい感動した。だからめっちゃいいんだなって思ったんですよ、本当に。なんか赤ニキビが消えるのはなんとなく日々の生活、食生活とかなんかストレスがなくなればなくなるのかななんて思ってたけど、本当にこの白いつぶつぶはずっと何しても治らなかったから、幹細胞のやつ使って本当に良かったなって思いました。で、大体これそのこの3ステップでいつも終わります。で、その他にこういうシートマスク週1回フェイスマスクね、しましょうねっていうのもあったりします。で、やっぱ私がなんでこれ皆さんにお勧めしたいかなって思ったのは、まあ、会社のもの、関わってる会社さんのものだからっていう話ではなくて、自分が体験してめちゃくちゃいいなって思ったのと、で、あと私山形と福岡を行ったり来たりの生活をしている中で、福岡に例えば1ヶ月いる時はこっちを使ってたんですよ。で、山形にいる時はこっちを持ってってなくて、ネットでいいよなんて言われてるような化粧水たちを山形では使ってたんですね。そうすると肌がね調子悪いんです。まあ1ヶ月2ヶ月くらい山形にいて、こっちを使わない生活をしてると、この夏もそうでしたけど肌荒れというか、もう乾燥するなとか、毛穴やたら開くなとか、ニキビがすごいできるってわけではないけど、なんかいつもよりこっち使ってる時より肌の感じが悪いなっていうのがめちゃくちゃわかるんですよ。で、帰ってきて福岡に来てこっちその日に使って、次の日の朝はやっぱり肌の調子いいなっていうくらい、こう短期間で結構比べてるので変化がわかりやすすぎて、なので皆さんにもこれ使ってみてほしいなって思ったんです。で、値段的にじゃあやっぱり高いよねってなると思うんですよ。このスキンオイルに関しては2万円くらいするし、ジュレとかこの辺は1万円ちょっとはするんですけど、でもエステとかで買うやつとほぼほぼ多分値段変わらないですし、さっきも言って私はすごいケチケチ風に使ってると、2ヶ月くらいは夜だけだったらね、2ヶ月あるかないかくらいは持つんですよ。なんかそうなったら、まあ、意外とコスパいいのかななんて思います。私普段エステとかもそんなに1年間に数回くらいしか行かないけど、普段のスキンケアでお肌が良くなっているっていう事実があるので、なんかこのつぶつぶニキビ悩んでるなとか、何がいいか全然わかんないなっていう方はぜひ一度この幹細胞化粧品試してみてください。いろんなところで幹細胞の化粧品って出してはいるんですが、中身何の幹細胞を使ってるのか分かんないなっていうところも正直あると思うんです。でもやっぱりここの化粧品は厚生労働省が認可したバイオ施設との共同開発っていうこともあるので、個人的にはすごい信用ができます。はい、今回は私のスキンケア事情をお伝えしました。本当にドバイ万博にも出されたくらいめちゃくちゃいいものなので、皆さんぜひ購入してみてください。概要欄に、サイトのリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。